前田浩二です。ライカ M2 と、ズマロン35の 2.8 ですね、の修理が完了してきました。まあ、一応各部オーバーホールですねしてあります。フィルターだけ付属しています。フィルター純正ですね、ウェッツラの205万台、ズマロン35の 2.8、 八枚玉のズミクロンと同じような外観ですので人気ありますね。かっこいいです。まあ、ヘリコイドスムーズです。無限のロックも効いてます。絞りも大丈夫ですね。外観綺麗ですね。ちょっとすれがあるぐらいで綺麗です。レンズも綺麗です。多少のホコリとかあると思いますし、ペンライトで見れば薄い曇りも多分あると思いますが、まあズマロンにしては綺麗な方ですね。いいと思います。ちょっとこうホコリというか汚れっぽいのが見えます。普通に目視で見る限りほとんど気にならないレベルだと思います。ボディは M2 の101万台です。セルフ付きですね。外観ちょっと使用感あります。シュシュッとすれありますが、まあ、ひどい感じは全くないですね。悪くないと思います。グッタペルカもオリジナルです。まあ、多分補修は入ってると思いますが、まあ問題ないレベルですし、セルフも OK です。バルブ、まあ、修理屋さんで一通りやってあるのでいいですね。ちゃんとガバナーの戻りもあります。感触はちょっとしっかりした感じですかね。カシッとしてます。これも純正です。高速もきちんと開いてますね。斜めに見えるのはビデオの羽ですのでね。ファインダーが結構綺麗なボディでした。スカッとしてます。距離計自体もこのようにはっきり見えてます。切り替えもきちんと切り替わりますね。ファインダーがすっきりしてるのが M2 の特徴だと思います。まあ、実用で使うにはこのぐらいの方が使いやすいんじゃないかなと思います。オーバーホールしてありますのでガンガン使えると思います。あとレンズ、このレンズだけでも今10万以上しちゃいますのでお得なセットだと思います。